まで抑えてきているという、どうでしょう、もうここまでというところでしょうか。そうですね、まあ、苦しみながらも1点で抑えているこの根尾の投球に打線がドラゴンズも応えたいんですが、根尾に動きなし、どうやらここで交代ということになりそうです。